はい、こんにちは、倉野です。今回は社長分析をやっていきたいなと思います。で、まあ世の中にはその社長ってもたくさんもちろんいますし、まあそれぞれに主義主張があったり考え方がありますんで、まあ、社長分析して社長ってこうだよねって僕が言っても、まあ、それが絶対的なものではもちろんないですし、まあだからなんていうかな、野田社長のその仕事に対してこんな風に緩く考えてるみたいな感じで、まあ、ちょっと本当にふわっと聞いてもらえればいいかなと思います。で、内容としては前編と後編に分けて、前編は、社長の仕事って何、まあ、どうあるべきみたいな話ですね。で、後編は、社長に向いてる人の10パターン、これをトップ10ランキングで下から、まあ、簡単にね、ざっくり、発表していきたいなと思います。それでは、社長分析、早速いってみましょう。はい、じゃあまず前編の社長の仕事って何っていう、まあ、どうあるべきっていう話なんですけど、今から話するその、社長の仕事って何っていうその僕的なその結論っていうのは割と僕独自のものだったりしますので、まあ、その辺はご了承くださいというところなんですけど、社長の仕事、まあ、こうあるべきっていうのは僕はたった2つしかないと思ってます。1つはお金です。お金の、水筒ですね。いかにお金を会社に入れていかに出さないようにするか、まあこれに尽きるんじゃないかな。常にそのお金が、しっかりと会社内にある状態を保っていく。もちろん投資も必要だし、まあ出す時ですね、投資も必要だし、あるいはその売れない時とか、まあ、入ってこない時っていうのは、耐えなきゃいけない時期、逆にこうそこでガンガンガンってやってもなかなかその組織ってうまく機能しない。まあ、いろんなこの複雑なパターンがあるんですけど、でもやっぱりお金に関して基本的なことはいかにお金を入れて、そしていかに出さないようにするか、これがもう、その仕組みを作るっていうことが、社長の仕事の大きな一つじゃないかなと思います。そして、2つあるそのもう1つの方が人ですね。やっぱりその、人材確保、そして人材の教育、この2つだと思います。で、まあ、やっぱりね、人はすごく大事、人は石垣とかってね、武田信玄も言ってましたけど、すごく大事です。で、まあ、お金と人がおそらく多分会社の財産の全てなんじゃないかなと僕は思います。僕らは家具屋やってるんで、その作品のコレクションとかあるいはそういったものも、その例えばデザインとかね、まあ、資産じゃないみたいな話も一方であるんですけど、でもやっぱり突き詰まるところ、お金と人ですね。まあ、どっちが大事かってそこ比べられないけど、若干人の方がすごく大事かな。まあ、結局やっぱり人が全ての土台になりますので、どうやってかでその人材を確保して、そしてどうやってかで、その人を成長させていく。で、まあ、その仕組みを作るのが、社長の大きな仕事の一つだと思います。まあ、この2つですね。まあ、社長のすべき仕事っていうのはだからいかにお金をうまく取り扱っていかに人を成長させるか確保するか、まあ、この2つが社長の仕事、突き詰まるとかそうなんじゃないかなと僕は思います。前編終わっちゃいますね。いや、まあ早いけど、まあそう、でもそう、まあ、でも付け加えて言うんだったら、今の言ったそのお金と人以外の仕事は僕は社長はすべきじゃないと思ってます。まあ、細かく言っていけばいろいろあるんですけど、それ以外をやってしまうと、まあ、いろんなその弊害っていうのがやっぱり細かくやっぱ起こりうるんですよ。僕はすごくその若い時、まあ、35歳に独立してますけど、30半ばなんていうのはすごいバイタリティーにあふれてるわけじゃないですか。オーラ行くぞみたいな話なんですけど、でもやっぱり自分もその現場に立ってやってきました。だけど、まあ、いろいろやった上での最終結論としては、人とお金以外はあんまりやらない方がいいんじゃないかなと思います。まあ、例えばね、本当に例えばの話をすれば、社長がもう前に立っちゃうと人が育たないです、簡単に言うと。あるいはその、そのお金に関してももうこれはもう使っていいんだよみたいなその現場思考になっちゃうと、やっぱお金ってどうしたってどんどん出てっちゃったりするんですよ。ケチができないっていうかね。だから、まあそういったところもあって、まあ、細かい話はちょっとそこはしないですけど、でもやっぱりそれ以外はやらない方がいいんじゃないかなと思います。
でもすごい若い時、じゃあ、 タイムマシン乗って35歳の俺と話をした時、ちょっと陣頭指揮でその現場に出ちゃダメだよって、今53歳の俺が35歳の俺に言ったとしたら、まあ、多分聞かないと思います。はあ、何言ってんのみたいな話多分なると思うんで、まあ、そういうのってどんどん少しずつ分かっていくのかなとかは思います。あとはその若いうちはまあ現場でしっかりやってっていうのもあるのかな。でもやっぱり40過ぎたら多分現場は出ない方がいいんじゃないかなって、まあ、僕なんかは思ってます。はい、そんなわけで前編、社長の仕事って何っていうのは、お金と人ですねっていう、まあ、その2つです。はい、でもうサクサクと後編やっていきます。社長に向いてる人10パターン、それでは早速いきます。まず10位、10位は最後の最後に逃げない人。もうなんかこう戦略的撤退とかってあるし、まあいろいろ例えばそのまあいろいろあると思うんですけど、でも本当の最後の最後に逃げる人とか、最後の最後にこの人逃げるんだろうなって予感する人って、やっぱりその下の人たちでなんかこうガンとついていけないんですよね、気持ちとして。なので、まあ、最後の最後に逃げない人、まあ、もしくはそういうこの人は逃げないだろうなって予感できる人っていうのは社長に向いてる人なんじゃないかなと思います。はい、次9位、人に任せられる人。さっきもちょっと話出ましたけど、まあ、自分で何もかもやっちゃわない人ですね。任せられる人。でも人に任せるっていうのはすごく大事で、まあ、すごく任せ方も大事だし、あるいはその任せた後のその、任せとほっぽりっぱなしって任せることにならないじゃないですか。まあ、最後まで終わってちゃんとそれをきちんと結果を見て、まあ、ちゃんとこうコメントしていくとか、あるいは方向指導していくみたいな、まあ、それがやっぱりできる人ですかね。まあまあ自分で何でもかんでもやっちゃわない人っていう風に、まあ、捉えてもらってもいいのかなと思います。はい、次8位が地頭のいい人で、これはね、その学校の勉強ができるできないっていうところも含まれるんですけど、まあでもそのもっと土台のところかな。やっぱりその頭の回転のいい人っているじゃないですか。で、頭の回転がいい人っていうのは、要はそのなんか施策を打つ時とか、まあ、判断をする時とかもすごいスピードが速いんですよ。まあ、地頭がいいんで、頭の回転が速いから。だから、全てにおいてスピーディーに会社が運営されていきます。なのでじっくりじっくり考える社長さんもね、もちろんいらっしゃると思うし、まあ、突き詰まるとこどうなんだろうな、まあ、ただやっぱり頭の回転がいい、もしくは地頭がいいことに越したことはないと思います。はい、続いて7位、まあ人柄的にその温かさと、非情、情がない、情にあらずか、非情を同時に持ち合わせてる人ですね。なんていうか、そのそういう人ってやっぱりまあまあいるんですけど、すごく、この人すごい当たり障りも良くて、で実際心底あったかい人だなって思うけど、ある局面ですごい非情な判断がバチンとできる人、やっぱこういう人っていうのはやっぱ社長に向いてるんじゃないかなと思います。やっぱある種どっか対局を見てるんで、その対局に対してその目の前のことっていうのをこうシーソーバランスかけて、対局ガーンって対局に振ります、ちょっともう非常な判断をさせていただきますが、こうこうこうですみたいなことがちゃんとできる人だから、まあ自分の でも人間ってやっぱり誰か人でも何でもいいそうだけど、温かくしたいんですよ。まあ基本はそうです、普通の人ならですけど。で、温かくしたいものをやっぱり自分の心をギュッと、まあ泣いて馬謖を切る的な話になんだと思いますけど、やっぱ対局を見据えてもうちゃんときちんと非常な判断ができる人、それが、まあ、社長にやっぱ向いてる資質なのかなと思います。次6位、健康な人。もうこれはもう大事ですよね。やっぱり社長って、まあ、本当にいろんな意味でストレスかかりますよ。で、普通に働いて、僕はサラリーマンも経験あるんですけど、もちろん割と長いんですけど、10年以上やってるんですけど、でもやっぱりね、社長ってすごいストレスかかります。で、ストレスって本当に体に、ダイレクトに跳ね返ってきます。だからもともとそのストレスがもうあるのもしょうがないにしても、体がそもそもやっぱり健康な人っていうのは社長に向いてると思います。割と単純な話。次5位、人の心に敏感な人。ね、
人の気持ちがなんかちょっと共感力っていうんですか、分かんない人っているじゃないですか。で、まあちょっと分かんない人っていうか、なんかちょっと鈍い人、やっぱそういう人は社長に向かないんじゃないかなって思いますね。でも敏感すぎたら敏感すぎて、さっきのそのストレスで、体壊しちゃうとかってもあるんで、なんだろう、でも敏感に、まあその人の心を感知するレーダーがすごく、レーダー、アンテナ、まあ何でもいいですけど、やっぱ高性能な人っていうのは、結局は、人に対して、いろんな、様々な、細かい判断ができるようになりますんで、社長に向いてるんじゃないかなと思います。はい、4位。これはね、ケチな人です。やばいね。最初、一番最初にその、社長の仕事ってどうすべき、何をするべきみたいな話の中で、人とお金って言いましたけど、やっぱりそのお金の中で、稼ぐ力よりもケチ力。まあ、稼ぐ力も大事ですよ。だけど、ケチ力ですね。もう本当に、ケチな人。もう、ケチな人。まあ、これやっぱ社長に向いてると思います。もう、豪放来楽で、もう、うわ金使え、もう、どんどん行け、あとは責任俺が取る、みたいな社長もいます。で、それでうまくやってらっしゃる方も、もちろんいると思います。でも、やっぱり、これからの時代、やっぱりこう、特にね、日本とかってね、なかなかこう、会社って、日本の会社って、どんどん辛い状況に多分、これからなっていくと思いますけど、その中でやっぱり、決力っていうのは、さらに大事になってくるんじゃないかなと、僕は思います。例えば、まあそうだな、社長さんでその車が趣味、もう全然いいんですよ、誰かのこと言ってるわけじゃないんですけど、車が趣味とかって、でもしかもそれがスーパーカーですとかになってくると、まあ、スーパーカー投資できるかいいのか、よく分かりませんが、ただまあ、自分の社長の趣味がね、すごいお金かかる趣味よりも、あんまりかからない趣味の方がいいんじゃないかなと、筋トレが趣味ですとか、筋トレお金かかんないからもう OK みたいな、まあ、そういったところありますよね。まあちょっとずれてるかな。まあまあ、でもやっぱケチな方が社長に向いてると思います。次は3位。ちょっとケチに似てるんですけど、防御力の優れた人。なんか攻撃力出集で攻撃力の強い人、社長って結構いるんですよ。なんですけど、防御力も当たんないみたいな。どう来ても当たんないっていう、まあ当たんないっていうのはそのなんか、会社にとってのそのマイナスの、何かに対して、すごく回避力が強い人。まあ、で、パンチ来た時に回避するって、相手の肩見てて、相手の肩がピクって動いたら、右ストレートだと思ってこうやって、っていうのあるじゃないですか。まあ、格闘技の世界で。まあ、結局そんな感じで、先読みしなきゃいけないですよね。回避力の強い人って。もう、先に読んで、例えばその社会の趨勢はこうだし、こんな例えば、今例えばコロナだったらコロナでもいいんですけど、状況さまざまなその外的な状況があって、それをもう総合的に判断して、もうある種自分の会社がこうなっちゃうんじゃないかっていうことを、もう事前に、予測して、もう来る前から避けてるみたいな、来る前から避けたらダメなのかな、まあ、いいのかな、ちょっと分かんないですけど、まあ、そのぐらいの、防御力に優れた人、回避力に優れた人、すごくね、できる人ほど攻撃力に特化しようとしていきがちなんですよ、社長さんって。どんどんイケイケどんどん、まあかな、まあ、創業社長なんか特にそうなんですけど、自分だけがまあ特別っていうふうに思わない方がまあいいですよね。思わないからこそ、まあ、臆病力っていうかな、まあ、この先でまた言いますけど、回避力とか防御力にまあこう、力が入ってくるっていうのかな、そういったところがあります。はい。サクサクと2位です。2位は、今に敏感な人。そう、今に敏感っていうのは、特にこの時代って、日進月歩で、ま、前の動画でも話したそのテクノロジーのその進化とかね、すごい速さで、なんか昔はこういうふうに時代が変わってたのが、サイクルがこんなになって、ぐわーって、加速度ついてるじゃないですか、2000年超えてこっち。で、さらにその加速度がもう速くなっていく。で、まあ僕はサーフィンやりますけど、やっぱりその波の状況に合わせてこう、板って運んでいかなきゃいけない、乗っていかなきゃいけないんですけど、もうそれがもうすごい、
あの状況が荒れた波の時って本当にじゃあこうして次こうしてあじゃあここと板返してじゃあボトム降りてとかってもうサクサクどん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 やっていかなきゃいけない。ちょっと波乗りの例えが良くないかな。ちょっとサーフィンやらない人は分かんないかもしれないですね。まあ、だけどなんか言わんとしてることをちょっとは分かっていただけるかなと思うんですけど、でもあの今に敏感な人っていうのはその状況状況っていうのが、まあ、さっきのその怖がりだから臆病だからあの回避力が優れるみたいな話に似てますけど、その状況状況っていうのがもうせわしなくどんどん入れ替わってる今だからこそ、特にテクノロジーかな、でもやっぱり、こういうことができるようにテクノロジーになりましたって言ったらそれに対してすごく敏感な人、やっぱそれっていうのはその時代のその流れに対してもううまくアジャストしていく、まあサーフ、まあ、サーフィンしていくことが時代の波に対して状況状況できちんとその、アジャストしていくことができる。これはね、僕はすごい大事な能力なんじゃないかなと思っています。はい、最後に、トップ1ですね、僕の、思う社長に向いてる人10パターン、その第1位は諦めない人です。まあこれはまあそうだよねっていうふうに思っていただいてる方、見ていただいてる方で、思ってらっしゃる方多いと思うんですけど、やっぱその諦めないと本当はとにかく大事です。もうこれだけでいいかもみたいなところもあります。だから1位なんですけど、あのピンチに強いっていう人ですね。あの特にあの諦めないっていうのはなんかうまくいってて、諦める諦めないっていう話にはならないと思うんですよ。諦めるっていうその状況っていうのはすごく会社がピンチになった時、あるいはその社長がピンチになった時、まあ、そこなんですけど、まああのまあ、もちろんね、あの戦略的なその撤退っていうのはあると思うんですよ。なんですけど戦略その負けたんじゃなくて戦略負けて諦めるんじゃなくて戦略的な撤退ですよ。でもう一回あの証拠でもなくそれをやりますよ。まあ、そういったその力っていうのはすごくあの大事になってくるっていうか、まあ、一番に大事なんじゃないかなと思います。もう本当にもう会社ピンチですって言った時に、諦めない心がどうやってそれをあの支えるか。でまあ、逆に言うとそのピンチの時にもう似合って笑っちゃうぐらい の, あのかっこよさ、まあ、かっこよさとは違うのか強さかっていうものを持ってるその社長っていうのはやっぱり社長であるべき、向いてる人 の, そのパターンなんじゃないかなと思います。やっぱりその諦める諦めないってね、なそうそう社長だもんないでしょってあの思われる方も多いかなと思いますけど、いやしょっちゅう思いますよ。あのうわってかもうリーマンショックの時うわって思ったし、もう諦めるこれっていうところまで追い詰められたし、あるいは大震災の時もあの放射能の時ですよね。大震災っていうより放射能が漏出あのでみんなちょっと関西に逃げるみたいな話になった時もやばいなって。でまあ今回のコロナとかもそうですけど、まあそのピンチの連続なんですよ、経営なんていうの、社長業なんていうの、まあ、それに対して、うん、諦めない、まあ、絶対諦めないっていうね、全てのその能力をあの駆使して集中力を100倍ぐらいに普段の時より上げて、何らかしら の, その施策なりあの仕組みを作っていくことっていうのが社長の一番大事な力なんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。社長分析、まあ、あのいろんなその切り口はありますけど、まあ、2つに絞ってちょっと、雑談形式でお話しさせていただきました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。